の皆さんこんにちは本日1月15日月に収録をしています、うんうん、で今回取り上げるテーマは、えー、外交について2つですね1つが韓国の前回の放送でも少しお伝えしましたが、えー、海保の測量船に対して韓国公戦が中止要求というもの そしてもう一つが、えー、尖閣諸島に、えー、中国の船が領海に侵入している問題で、今日も15日なんですが、今日も領海侵入があったと3日連続で、えー、領海侵入があったというふうに言われています。その件2つについてお願いします。はい、えっと今日も資料をお見せします。それでまあ外交部会、外交調査会の会議がやたら多いなと当然思っておられると思うんですが、これあの。 今日1本目かなって申した通り、こり連休明けの今週火曜日から始まりましたけどで今日で一応平日終わりですよね、それ全部外交部会やったんですよね。はい、で、佐藤正久現外交,部長外交部会長の努力、大したものだと思いますが、はいはい、よくまあ他の議員もくっついてきてると思ううんでですすよねそうですねそ皆さん関心が高いですよね。 これあのう、ー、こと言っても信じてもらえないだろうけど選挙区を変えると多分票には、うん、結びつかないんですよいまだにね。どうでしょうそこも変わってきてるような気がしますけど、うん、あそれだったら嬉しいですね。はい、それで、あのー、こうまあ4つ議題あるんですけど、はい、この時間の関係もあって、まあ、3番と4番特に3番を、はいえー、見てほしいんですけれども、はい、4番は今三浦氏が言った通りまた改めて。 またしても中国は尖閣諸島を侵犯しているということなんですがこの3番の話というのはいわば前なかったわけじゃないけどもちょっと新しい話なんですよねこれは資料が出ておりましてこういうことですね海上保安庁の測量船に韓国海洋警察庁でこれはまあ日本でいうとやっぱ海保に当たるものと考えていいと思います海の警察ですから。 だからアメリカでいうとコーストガードですよね、はい、の船からその日本の排他的経済水域で普通に調査してるだけなのに勝手に中止要求をしてきたと、うん、それで、えー、まあこれ例によって日本側はその抗議したということになってるわけですよね。はい、それでこの地図はちょっと薄くて非常に見にくいと思うんですがこれあの要は。 あまあ、ここにも書いてありますが長崎県の、はい、男女群島のうちのメシマだからもう完全に日本の、うん、排他的経済水域ですが、はい、ただしそのおこの辺は、まあ、韓国とも中国とも距りがついてないところであって、はい、それで日本は公平に中間線でやってるわけですよね、はい、これ中間線っていうのはまさしくその地理的に中間なんで。 議論ののの余地はないんでですすけどその中間線の日本側ですよね、はい、だから僕は今言った通り日本の排他的経済水域であるのは間違いないんですがこの中間線を認めないと話がおかしくなってしまうわけですけれども、はい、でこれについて、えーまあ、あの政府側からあ当然説明があってそしてまあ尖閣の方も一応一応じゃなくて本当は大事なことなんで言っとくと、はい、まあこういうふうにあの相変わらず尖閣諸島について。 えー、日本の海に勝手に入ってくる状況でこれも、まあ、例によって抗議にとどまってるわけですよね、はい、で尖閣諸島の問題はその抗議にとどまっちゃダメだということを守る会としてもあの何度も安倍政権時代から提案してまして、はい、具体的に項目をたくさん並べて例えば尖閣諸島に港を作る方がいいんだけども港を作るっていうのは時間もかかるし、はい、それから、うん 領土問題があることを認めんのかうんぬんって話もなりかねないからとりあえず船,船だまり、はい、船だまりっていうのは港を作る必要がありませんが船を係留安定的にあの要するに怒りを下ろすことができる施設っていう意味ですけどそれだけでも作りましょうとそれと何よりも大事なことの一つは自由民主党は、えー、政権を取り戻す際のお総選挙の公約で公民を常駐させると公約してて、はい、で あの後安倍政権が7年8ヶ月もやってそれを実行しなかったで菅政権になってもその話はもう席として声なしみたいに出てこないこれは全く口頭としておかしいでしょってことを何度も僕は申してて、はい、で尖閣諸島とはそういう状況は変わってないわけですけど今回その、うん、韓国の問題についてあの言っておきますと、はいはい、まずあの海上保安庁からですねこ,のこれ実はその年明けから見ても 初めてじゃなくて、もう 2, 2回あるんですと、それで、まあ、海上保安庁としては、その韓国の意図はそのいまいちよく分かりませんということだったんですね、で僕の方から、ですね、えー、実は、特段の理由って書いてますけど、これ、2番のところで、はいえー、例の,あのレジトラ、ビジトラ、はい、ビジネストラック、えーはい、レジデンストラックですね。はい 今順次逆に言っちゃったけど、はい、そういうことの説明もあったので、はい、あの今回特にですね、はい、あの特段の理由がある外国人を除いてはということになってるから除いては停止になってるから特段の理由っていうのが、うん、もう国民の不信を招いてて不信を持つ方が当たり前ですと、うん、だから一体何が特段の理由なのか、うん、それからその特段の理由っていうのなるべくなしにしなきゃいけない。 どうしてもなしにできない理由っていうのあのあのケースっていうのは一体何なのかきちんとこの場合説明してくださいというのが一つとそれから僕は何度でも言いますから 2, 2月7日から解除になった時にこの国際的な人の往来も元に戻しますってのはそれダメですよってことをとにかくこういうのも表の,表の機会でも何度も言うことが大事なんでそれを申し上げました。でそのの上でですねこの えー、まずそこはあ中国中心の話なんでこの答えを言っておきますと政府からこの特段の理由については本当に特段の理由なんですと何ですとみたいな説明があって結局よくわからないままだったんですけれども、はい、お例えばそのお日本国民とその中国や韓国などの外国の人と結婚している場合に その近い親族関係で葬儀とかあったらこれはやっぱり認めざるを得ませんと、うん、で趣旨としては、まあ、そういう誰が見ても特段の理由だと分かることに限定はしておりますと、うん、でも僕はその全部並べて言うべきだって言ったらむにゃむにゃな答えだったんです怪しいですこれは明らかに怪しいって言いました復職発言ですけど、うんうん、だからこれはあの守る会も含めて僕らよく関心していこうと思ってます、はい で2月7日であの同時にやらないとだめですよって回答は今までと同じですよね、えー、そのなんて言いますかいや、いや、やっぱり緊急事態宣言と一緒にやめますと、決して政府側というか官僚、言わないですよね、はい、それからこの今日のメインテーマの,その韓国は突然、日本の食料をやめろって言ってきたということについて、僕は質問したのは、このあたりの海で、 EEZ= 排他的経済水域をめぐって争いがあるのは分かってるんだけどその韓国側の主張している自分の EZ というのはどこなのかも含めてちゃんと分かるように説明してくださいと、はい、で僕にとってはこの辺りは専門分野といくつも重なってるんですけれどもその僕でも韓国側の主張というのはよく分からないから、はいえー、この場ではっきりしてくださいと、はい、それから今年に入って2回目だということだけどもこちらの認識としては え韓国は今までこういうことをあまり言ってこなかったのに急に言い出したという認識なんだけども、うん、そこはどうなんでしょうかということを確認したいと、はい、それからえ尖閣諸島に中国がやたらしにを繰り返すことと韓国は実は連携してるのか、うん、それから韓国の裁判所がいわゆる慰安婦をめぐってめちゃくちゃな判決を出したけども主権免除を認めないっていうねあの この前の収録でお話しためちゃくちゃなことをやったけれどもそれと関連しているのかとあいうことを聞きました、はい、でそれに対する政府側の答えと、えー、いうのはその外務省とそれから海上保安庁がそれぞれの立場で回答したんですけど EEZ についてもです、ね、韓国に言っていることはよく分かりませんとそうなんですか。 日本側は中間線というのをちゃんと引っ張ってるけどこれはあの外務省の説明によればですけどこれ韓国側に僕は確認今とこできてないんですけど韓国側はここがうちの e z ですっていう線を出してないですと、はい、とにかくその日本側に食い込もうとする気配ばっかりで、えー、という話だったんですが、はい、えっと今までのお、まあ、専門家の一人として僕は知ってる限りだとこれその通りですよね。 あのー、要するにまともに争おうとしたら本当は韓国側に利がないからということだと思うけれど問題はですね国連の国連本体と国連の専門機関に中国のものはっきりと真似をして賄賂を使ってずっと工作活動を韓国は行ってて日本はそのカウンターパンチっていうか不正なお金使わないってこともありますけれども、あのー、どんどん、まあ、中国に比べるとゼロが2つぐらい少なかったりするけども日本は。 実質ゼゼロロに近いからほぼゼロですよね韓国側もたくさんお金使ってそれをやってるんで今のところ韓国側の,その言ってる主張がどっか分からないっていうのは本当はよくないんですよ。本音部分としてはこの東内海東ナ海から日本海にかけてどうしたいのかってことをもっと探るべきなんですよね。うんはい、そで,ねでそれがあのできてないっていう実態は残念ながら明らかになったと思います。はい、それであの 韓国の侵入っていうのがそのもう一回、海放に正確に聞いたらです、ね、2020年、去年の8月と今回の2回ですということで、えー、その前、えー、どうだったかということについては、ちょっと今、手元にないという、ね、時々出る答えだったんですよ。で、こう全体にその韓国の、韓国との間のことを、 あんまりはっきりしてない印象把握できてない印象があったから部会終わってからもう一度特に海保にあの話をいろいろ聞いたんですけれども要はその,この排他的経済水域この辺りでどうするかっていうことを11回も日韓は交渉してるけどその11回交渉をやってその答えが出てない理由の一つは韓国がどこに線を引きたいっていう主張なのか それからその根拠はどうするのかっていうことの話がないと、はい、だから交渉はしてるけれども、ね、話し合いにならないと、はい、いうことなんですよね、えー。そうなんですかそれで,、えー、でもう一回この会議の場に戻るとその僕が指摘したその尖閣の中国のフラッチな動きとフラッチって言いましたけど動きとの関連や判決の関連は正直分かりませんと。 えっとですね、これちょっと気になることは、うんまあ、海上保安庁にそれを求めても無理なんだけど外務省も含めてね、えー、韓国側の,の動きに対してこう情報が少ないよね。と、はい、いうのはその外務省の中の韓国の専門家にもちょっとこう最近アクのムードが強いっていうのは、うん、例えば竹島に上陸したとんでもない大統領のイ・ミョンビャク大統領が今どこにいるかとて牢屋にいるんですよね。それだけでも目が点っていうか。<laughs> パククネさんも懲役22年ですもんねだからその死刑判決を受けたりそれから牢屋に入ったりしてまたその突然釈放、まあ、御社とか生じて釈放になったりして、はい、もめちゃくちゃなんでで韓国の大統領は5年一期で必ず変わってしまうからそうすると今の相手にしてもまた次であの全部変わっちゃうから。 だから日韓合意とかをそのなかったことにされるとか日韓請求権協定がなかったみたいに判決が出るとかいうのだけじゃなくてとにかくこの大統領と交渉して韓国政府と交渉してもまた次の大統領でその大統領を死刑判決にしたり牢屋に入れたりするから何を合意してももう無駄でもうどうしようもないっていうのがねやっぱりってるんですよそれでこれが,これがあのずるい戦略ならまだましらない。 あそういうやり方なんだ分かるけどそれはそうじゃなくて韓国にとってももう訳わかんない状態、うん、そうですね <laughs>、えー、それが分かりましたが、はいあのー、僕はですね、えー、さらに海保にもう一回聞いたのは測測量量といいいうのは何を測量してるんでですすかってことを聞いたわけです、はい、それでこれはあのー、言える範囲で申し上げますけどこれは別にあのおかしなことやってるんじゃなくてあのー。 海洋調査っていうのは例えばあの僕や独立総合研究所やあるいは東京海洋大学にとっては海洋資源調査がメインですが海洋はもちろんその海洋資源調査を特にメインでやったりすることはありえなくてそれがあるのはジャムステックとか文科省系のジャムステック海洋研究開発機構の船とかあるいはジョグメックですよね、えー、それは経産省の船でそういうところと僕ら連携して資源を調べているわけですけど。 あの海上保安庁の海洋測量っていうのはその日本の領海と排他的経済水域の海の現状がどうなってるかを丁寧にずっと調べて海図の政策もそうですけどあのこれは非常に正しい行動なんですよ。つまり陸に見えてる領土だけじゃなくて海も我が国の大事な領土であって特にこれから資源開発する時にその海の現状潮流も含めて調べておくのはとても大事なんで。 と、まあ、いうの船もですね、あのはい、これですねあのあの、僕は立派な能力を持ってると考えてますよね、でこれに対して韓国がこういう船であの警告したりしてるわけですけど、これはの、状況を丁寧に見る必要があるのと、これはの、今、15分経過だそうですが、最後の時間使って、これ、聞いてほしいことがあって、ですねあの江藤誠一さんっていうね、はい、皆さんあの、たまたまこの会館の部屋の隣なんです たまたまなんですけど、はい、まあ長いお付き合いでね、うん、長いお付き合いの,あのいわゆる保守の方っていうのは多いっていうかあの左子の人も多いですよ福島みずほさんだって長い長い付き合いだしねはい、はい、一時期あの独立総合研究所が今違うんですけど入ってたビルの1階が福島みずほさんの選挙事務所になって三浦医者はその時代知らないからもうえらい誤解を受けたことがあって <laughs> でも福島さんの方が選挙事務所を作ってからくく頭の上に小山さんがいるのっていう、うん、いやちょっと余談になってるけどあの飛行機の中で福島さんが<ー>僕の席に走ってきて「小山さんお願いがあるの?」って言うから「何すか?」って当時民間人でね地上波出てた頃あの「憲法改正やめてくれる?」ってって <laughs> <laughs>、ね、まあそういうふうに。 あの江藤誠一さんとも古いお付き合いがあるんですが <laughs>、はい、このですねちょっとブログの写真見ていただくとねあの立って発言してる僕の前に江藤誠一前領土担当大臣いろんなあのあの担当ありましたけど、まあ、国務大臣その中に領土担当があって江藤さんがこう,こうやって膝抱えてあのそ座って僕の話聞いてる写真がブログにありますから <laughs>、はい、もしよかったら見ていただきたいんですがあの後僕は座った後にね あの江藤さんが顔近づけてきて密にならない範囲内で「あのちょっと相談あるんだけど」って言われるから部会の席でね「はい、えどうしたんですか?」って聞いたら「俺あの領土担当大臣の時にさ揉めたじゃん」って言ってね「はい、いや中身それだけで僕は分かるから、はい、はいはい」って言ったら「それ今言っていいかな」って言うから「あ言ってくださいよ」って「はい、それ全員言うべきですよ」って。えー、なんですか言ったら、ね、江藤さんは 手をけて発言されたわけですよ、はい、ここにね書いてることなんですけどこれ相談ありって書いてるのはねどうせ僕のことがすぐ忘れちゃうから <laughs> 正直この収録を思い出してですね江藤さんから事前に相談あったってこともお話ししようと思って書いたんですけどこの中身っていうのはね要はこの、うん、昨年9月まで領土担当大臣をしてましたと。そしたら尖閣諸島で、うん 中国の武装した船がね日本の漁労をなさってる漁家の船漁船を追い回したという大事件があって、はいはいね、それでその時の時ビデオがあるわけですよ、はい、でそれを公開すべきだと政府内で主張したところになったうんちょっとここに書いてあるんですけどね。 これね相手の言い分ここでの今聞けないから、はいはい、一方的だから字を読んじゃう人もいるだろうけど、はい、要するにまあ大体わかるじゃないですかそれ,それ全然関係ない大臣と喧嘩になるわけないから、はいはい、要するに公表するなっていう人と大喧嘩になって、はい、結局菅あ義偉官房長官からストップがかかって、はい、ここに書いてあるす「官庁からストップ」って書いて官、はい、官房長官ですね、うん、菅さんもう総理になられてるから余計にあのこれはあの。 言っていいいと思いますよ僕はそれでもう政権変わったからねだから安倍政権当時に、はい、あの江藤さんとしては本当は僕は安倍総理のサポートをー得たかったと思うんですけれども、うん、誰がいいとか悪いとか話してるんじゃなくて実際にこの VTR を公開すべきだと言ってあの僕,僕にもその当時話あったからさもうぜひ大臣の権限でやるべきですと。うんはい 結局まあその官房長官からストップがかかったんで江藤さんはそれを見送ったわけですよね。それで江藤さんが江藤前大臣がおっしゃったのはこれまたあの抗議って書いてあるとこの資料にもねどれもこれも中,中間両方に対して抗議だと書いてあるけど抗議しても相手やること変わらないっていうのを例えば中国に対して抗議だけしてって変わらないってことを韓国も見てるんですよと。でそれは要はここに書いてる通りね 国賜の江藤さんらしいことをおっしゃって、日本の覚悟のなさを彼らは見ているんだと。はい、で、従って、その同じ抗議であっても、戦争しろって言ってるわけじゃないから、それは江藤さんの言葉じゃないけどね、まあ、そういう意味ですよね。だから、例えば、その中国や韓国の外交部長、これも日本で言った外務大臣ですよね、を総理官邸にこっちが呼んで、抗議するなら、そこで直接、抗議するなりをしないと、 外務官僚が、まあ、実はファックスで抗議したりしてるわけだから、ね、それも江田さんはそこまでおっしゃらなかったけどこれ実態、僕は在外公館行って確認したことなんですよ、これ今ではなかったですけどファックスで送ってるわけで。作業じゃないですか、ただで。 したがってそ、のその同じ抗議といっても、抗議の仕方自体をまず変えるべきだと、それからその江藤さんの提案として、海上保安庁の体制を抜本的に強化しないと、そのうちに測量もできなくなりますよと、それから日米の守りをもっともっと固めるべきだと、大統領が誰であれってことを江藤さんは非常に冷静におっしゃって、江藤誠一前大臣がこの頃時々、部会でおっしゃるのはね、 党の方でこれだけまとまっていってても最近その役所があまりこう気にかけないっていうか耳に耳を傾けない傾向を感じると<ー>、ね、でこれ江戸さんそれ以上言わなかったけど要は総理の代わりしか見てないっていうことを江戸さん言おうとしててで僕は正直あのそういう感覚はあんまり持ってなくて。あの まあそれは一つには外務省の中に良心的な人が一人いてくれただけでね、えーまあ、全然違ったわけで今後あの、まあ、今までのいばらの道がもっといばらだらけになるだろうけどうんただ江藤さんがおっしゃることはよくわかるんですよねし,かしねあえて言うと面白いもんでねこの頃外交部会とかね外交部会って言っても部会長がいらっしゃって部会長誰がいてかつての僕のように末端の副部会長がいてっていうこういう数人がいて。 あとは全部13課でさっきの武漢熱をめぐる対策本部も全部13課なんですよ。そんなのにこの人の出入りがだから会によってあの開く会によって全然変わるはずが外交部会はモ水木金とずっとやってしかも戦火早ければ4月だという説もあるわけですよね。で可能性ゼロとは言い切れないですよ予算上がったらね。それなのに1月のまだ年始回りをしてるはずでしょ それが票にならないっていったらその三浦市も含めて異論があるってよく分かるんだよ時代はだいぶ変わってきたんじゃないかってその通りだと思うけどでも大きく見ると勝敗を分けるよよううななファクターにはまだ育っ,てないっていい意味です,よそ,です、ね、その中でね、まあ、同じ顔ばっかりだけどもよよく来ると思うんだよ僕はうん、うん、で一生懸命東京と大阪を例えばこの,この緊急事態宣言でまた動き止められて大変だけども行き来してた人もいるし。うん それで、何言ってるか、もう一個言うとね。すっごい団結力になってきた。お部会出席者がですね。うん、はい。多種多様が準備したのにいい面でもあるんだけど。中間に対しては。すごくこう、足並み揃ってるでしょ、うん、そうでないとね。あの、前回の収録であったような、ああいう。あの。決意文、ね。真っ正面から切り込むような。しかも、非難決議って書いてあるわけだから。はい ね、韓国の判決に対する非難決議あそこまで出せないよねそれで外交部会のこの団結力っていうのは実は中国共産党の注目の的にすでに前のとこからなってて、はい、あの中山靖秀外交部会長で安倍政権下で習近平国家主席の国民としての来日それを中止を要請するっていうのが外交部会の決議で出て。 党はひっくり返ってそれこそ二階派の方々普段全然見ない人がどっとやってきたんですよ。これはね公平なために言っとくとねさっきの,あの韓国のところでね前回の時に申し上げた二階派の重鎮の方がね冒頭こう言われたんです発言の時に。私は普段来てなくて従って決議案も今回初めて見ましたと。ね。普段来てないってことをちゃんと自分からおっしゃったんですそれは非常に公平な姿勢ですが。 あの習近平国家主席の時にその普段来ない人が山のようにやってきてで普段来ない人はみんな揃ってこんな決議やめろって意見だったわけですよ。でそれをまあ中央突破してで中央突破する時に当時の岸田政調会長とも綿密に協議をして中傷を要請せざるを得ないと、はい、そして死後も外交部会を和にしたんですよ。はい でこれで当然ネットなんかでは当然叩かれるんだけど叩かれたけどもそれ全然いいんですよ叩かれた方がいいぐらいで「うん、中止」って歌文字があること自体がこれは大変な変化で中国共産党がこれ史上初めてだと思うけど、うん、外交部会になるものが偉そうに言いやがってっていうね、はい、談話を言ったわけですよ。 あの時から部会長も変わり政権も変わったわけだけど、うん、あの外交部会の性質が随分変わったと思うんですよ。で,、ね、で当時僕は副部会長外交部会の副部会長だったんですが、はい、実は海外東方への支援についていきなりその外務省ができないと言ってるからこの件終わりましたって言って「超鉄力延片」にはあの「部会長」って書かずにせっかく配慮したのに「首脳陣」って書いたのに今ほぼ言っちゃってるけど。<laughs> この件終わりましたって言われたから、はい、あの僕は本当にあの噴火してみせて本当は怒ってないけどでもあの時はねさすがにあの噴撃も感じて「副部会長この場でやめますと」と「こんなものが住民主党って言えるか」と「海外同胞って言ったって僕らとどこが違うんですかと」とたまたま海外にいるだけでしかも外務省の推計が当てにならないけど140万人もいる人に特別定額給付金全国民と言っときながら配らないっていうのは。 で国内も本当は例えば4月27日の住民基本台帳にたまたま載ってなかったりそれから例えば世帯別にしちゃったからあの夫婦なんかが悪い特に奥さんの人で僕の教え子にもいるぐらいだから結局あのご主人からもらえないという人もいるとそういう問題は国内にもあるけど海外の場合はまるまる全く支援してないとでそれが外務省ができないからっていうのを理由にするっていうのは外交部会という人に成り立ってないとなぜか。 これは僕はこういうことを口で言ってるんじゃなくて、そのかつて在外交換にいた書記官、他省庁の書記官、他の省庁からいっぱい言ってるから財務省も含めて、そういう人のところ回っていったら、140万人いるっていうのは外務省の嘘ですと。何もやってませんよって把握してない。だからどこに誰かいるかわかんないから、指刑できないって言ってると。でも、これは外務省をあの避難して行ってるだけ、批判はしてるけど、それだけじゃなくて、手上げ方式にしたらですよ。日本の立派なパスポートを持って手上げ方式にしたら、 把握しててななくても支給できるじゃないかと自分たちの失敗あるいは怠慢を隠すためにやってることを外交部会認めたらおしまいなんでここでやめますって言ったらそれはあの中山康秀外交部会長は本当にあの人柄が立派だと思うんだけど普通怒って「ああやめろお前なんか」ってなるはずが「ね、いやあのやめないでくださいと」と「すいません我々が悪かった」と「じゃあ,あの支援の実現にあの。 取り組もうになってそして、救世した和田総務課長の実は水面下の協力がすごくあって案を作って外務事務次官や茂木外務大臣も予算を内閣が出すって前提で外務省予算は使わないって前提であったけど OK してそれは官邸で潰れたんですよ。はい、安倍政権下ですよ、ね、でそういうことを考えるとねあの時の僕はその口頭でやめるって言った時の外交部会とずいぶん前進してきたと思うよ、僕は。うん うん、自由民主党に部会数々全分野あれど今やあの <laughs>、まあ、よくも悪くもって言ったら今の部会長と部会長代理の方が大変ですけど立ちなみに私はあ部会長とかその部会長代理は一しかできないので経済産業部会長代理でっていうのはあんまり揉めないんですよね。 だいたい経済産業委員会があの与野党で意見が一致するところは結構あったりするんですが、はい、ただ自前資源の,あの研究開発を考えると、うん、これ僕いなかったら誰もやらないので,で、ね、外交はほかにやる人いますけどね、えーまあ、そういうわけですじゃあ、はい、すいませんでは今回もちょっと短い感想を三浦市長、はい、これをね楽しみにしてるっていう人が増えたんですそうなんですか まあ君の素敵な労働を聞きたいってこともあるもん。もうそのままあの桜さんの方に文章を流してもらうだけにしたいんですけど。何歌われまんねん、はい、あんたは。頑張ってりますね。<laughs> そんなこと言うんだったら僕はもうこの収録やめる。<laughs> <laughs> はいでは頑張りましょう。はいはい、はい。えー、っと11月15日こちらも11月15日に抱い,いた感想です。私はハイネコを、えー、独領しました。 私はハイネコを読ませていただきました。手に取った瞬間に、前作や普段の時事の本とは違うと感じました。最初の一ページからスーッと本の世界に入った感じがしたので、三時間ほどで一気に読み終えてしまいました。青山さんに実際にお会いして握手した、あの時の本来の穏やかさ、静かさと、今までのメディアを通じてご視聴されていたことが、ここまで丁寧に織り込まれている文は、私は初めて読みました。 一点だけ機会があれば教えてください牛の木浴草が調べればわかりますがいまいち合致したものが思い浮かびません実際のものがあれば場所など教えてください実際に触れてみたいですよろしくお願いいたしますというような感想でしたすごいですね実際に見に行きたいといやそれ自体嬉しいんですけど、はい、その、えー、実はですねこの,あの構想から20年経った小説で 実際にああるるももものののいいうは、は、モデルがあるものは、ま、前も言いました通り、この土地だけです。はい、ただそれもモデルでこれはもうはっきり申しますと大台ヶ原ですが日本で降雨量が一番多いってこと科学的なデータでもそうなんですけどそれから僕は一度も行かないようにして一度も行ってませんもうこれ本人になったから行くかもしれませんが今まで一度も行ってない。で「牛の木浴場」っていうのは果たしてこのようになるのかどうか。<laughs> えっとこれはですね、僕はちっちゃい頃にあの親戚の家だったと思うんですけれども兵庫県内に今どうなってるか僕末っ子なんで後つかないのでよくわかんないんですけど大きな家もあってそれで牛をここで洗ってたって話を聞いた記憶があって本当ちっちゃい時。えっと多分小学校に上がる前ぐらい 小学校の上がる前の記憶意外に割とあって、うん、それであの子供心に牛それまで見たことない、はい、あの羊は見たことあるの六甲山にいるから、はいね、六甲山って神戸の裏なんですけどそれで牛見たことなくてどういうものかなってでそれが結構大人になってからかなつまり相当後に牛を見て大きさにびっくりしたわけ。 馬もびっくりだけど最初見た時特に乗る時は全然乗れないが驚いたけどだからちっちゃい子の記憶を読返ってこんな大きなものをどうやって洗ってたのかなぁとそれであのこの物語を組み立てていくときにそのこの目浴上っていうことを考えたんですだからそこはモデルがないのであ,のあくまで物語です。えー 牛を実際あの今飼ってらっしゃる農家たくさんあるんでまあ聞いてみられるのも一つの手だと思いますけど僕はそれ実すするるかかかどうかってて調べるつももりが最初からなくて今もなく今いですそれは物語世界っていうのはそのまず物語の中で合理的でななきゃいけないけ例えば急に僕に羽が生えて飛ぶって物語もあってもいいけどじゃあ羽が生えた時に筋肉どうするのかとかじゃあその動きはその潜在的に知ってたのかそれとも教わったのかっていうその 物語のの中での合理性は絶対ななきゃいけないけんですよだから牛の目浴場って水槽があってそこに水を入れるだけの大きなポンプがあってでその水源があってってそういう合理性は、まあ、読んでもらったら分かる通り完璧に担保してるわけですでそれは実際にあの科学者に意見も聞いたりもしましたし酪農家にも実は話を聞きましたこういうのがあったら使えますかって使う時はどうしますかと。 人数どれぐらいですかっていう小説に書かないこと小説はこの物語はまあこの一部だとするともう本当にあの氷山の一角にしないといけないんですこの氷山を作るときにあのハイネコとサインの今までの人生を完璧なそのあのバイオグラフィーにするということも含めて見えない部分が大きいんですよだからこの国会議員やってて水面下の交渉やってるのとまあかなり似てますよね。 だから牛の目標ってこの出たこの部分なんですよねはいあのもうありのままにネタバレに近いところまで踏み込んでお話ししました <laughs> でねこっちなんだけど、はい、実はこの感想も結構頂い,いてるんだよではそちらも今度ご紹介しましょうはい、はい、それとあの三浦秘書の感想を聞きたい先ほど言いましたしもう時間かけますあいやいや <laughs> 今度 今度ですねまた。ちょっと井上さん、ま <laughs> もなく次の新章出るんですけど、三冊でもいい。はいはいいいそうです。<laughs> はい良、はい、かったです。はい、はいはい、では、はい、今日はここまでにします。皆さん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。